今回の動画は以前制作しましたこちら35分の1スケールアカデミーの2号戦車ですね、ドイツ2号戦車、こちらの塗装を落としていきたいと思ってます。完成してしばらく経ったんですけど、塗膜の状態が非常に悪くてですね、塗装がちょっと一部剥げかかっているところがあります。あとは自分としてはですね、結構明るい車体にしたかったんですけど、黒い色が目立ってしまって全体としてすごい印象が暗くなってしまったんで、まあ、この際せっかくなんで、このタミヤの、ペイントリムーバー使って、塗装を全部剥がして一旦リセットしたなと思ってます。はい、じゃあ早速ですね、こちらのリムーバー使ってやっていきたいと思います。まずですね、100均で購入した、容器ですね。これがあの手元にあのカレー用の容器なんですけど、ジオラマのベースに使えたなと思って買ってたんですけど、まあこれ使う予定なくなったので、こちらにリムーバー入れてきます。ちょっとタミヤのリムーバーですね、いいんですけど容量がちょっと少ないんですよね。ですんでこういう車体とかいっぺんに落とすとなると、かなり1回の使用でほとんど使ってしまうのがもったいないなと思ってます。はい、で車体の、特に上部前方部とかですかが剥がしたいので、下向きにしてつけてます。結構ジャブジャブな状態です。で砲塔はちょっと入れなかったので、一旦濡らして、で、筆で塗っときます。こちらのですねキットはベース塗装にサーフェイサーを拭いた後にシリコンバリアを拭いて、さらにその上に、アクリル塗料を2層ぐらいですか、重ね塗りしてます。でさらにチッピングとかデカール塗ってますので、かなりですね塗料が階層構造になってまして、塗膜がですね厚くなっちゃってます。ですので全部、リムーバーで落ちるのは多分難しいかなと思います。はい、でこちらですね30分ぐらいつけた状態になってます。はい、もう筆でですねシャカシャカやると結構落ちてきます。こちらのキット元々の色がですね肌色ですね。ですので上部の塗料が落ちた後にサーフェイサーの黒い色が出て、でそのサーフェイサーを落とすとこの肌色が出ていくという状態です。でモールドが結構入ってるパーツは落ちにくくてですね、やっぱ塗料が奥に入ってると落ちない状態です。ですので車体の裏側はきれいに落ちたんですけど、この車体の上部表面はですね結構苦戦します。黒いところがですね、やっぱサーフェイサーがしっかりこびりついちゃったところですね。これがなかなか落ちなくてですね。はい、この後も、1時間ぐらいですか、つけて、こすってっていうのを繰り返してます。はい、まあ、戦車なんで全部落ちきんなくてもいいかなと思ってやってます。この後またサーフェイサー拭いたりとか、塗装してもまたどうせ汚し塗装するので、まあ程よい加減でいいかなと思ってます。でキャタピラの周りですね、特にこの、ホイールの奥のところがですね全然塗料が落ちなくてですね、筆が入りきらないっていうところもあるんですけど、なんで、まあ、ここは本当にもう塗料残ってもらえの状態になっちゃうのは致し方ないかなと思ってます。はい、でこの後ですね、説明書指示通りですね書いてありましたので水洗いしてます。4回ぐらいですか、シャワーで流してまして、こういった状態になってます。結構落ちたんですけど、やっぱりですね黒い箇所ですかが残ってますね。モールドが細かくなってたりとかですね、このフェンダーのところとか色落ちてなかったりとか、あと、先ほど申し上げたホイールの奥のとこですねが結構サーフェイサー残っちゃってます。車体の裏側はすごい綺麗なんだけどね、まあしょうがないですねここは。はい、まあもうこの状態で良しとします。でキャタピラもこのキットですね、連結組み立て式なんですけど、もともとの色が車体色と一緒で肌色っぽい色なので、その色が見えてれば落ちてるんですけど、上部のところとかですか
あの奥まったところのキャタピラの色はちょっと落ちてないですね。はい、どうでしょうかね。まあでも もっと落ちないかなと思ってましたけど、予想以上に落ちたかなと思ってます。タミヤのリムーバーの匂いもそれほどしなくてですね、あの普通のあのエナメルの溶剤とかに比べると全然刺激臭少ないので使いやすいかなと思います。ただあのベタベタするので手袋は必要かなと思います。はい、ということでこの後乾燥して、で気になるところはやすりがけしたいなと思ってます。で、再塗装に入りたいなと思ってます。はい、ということで今回ですね、塗装を落とす動画になっております。よろしければ次回もご視聴いただけたと思います。ありがとうございます。失礼します。バイバイ。